こんばんは。ゆで野菜にかけて食べてみてくださいね。はい、で焼肉はこの4面で焼いていただいて、このお塩がですね、このタレが32屋台をそのまま再現してちょっと現代風にアレンジして作ってるんですね。これさっきのタンと同じ牛の和牛のバラですね。あ、一番美味しいです。いいよね、これ。